勝利の女神ニケ。へ移動する途中、今爆発音を聞いたラプチャーが集まってきています。混乱しているとは思いますが、今からはできますか。今から光線を開始します。心配なさらないで、私があなたをお守りします。何があっても。マリア、戦闘モードへ移行。エンカウンター。すぐに終わらせます。でも移動には問題ありません。あの指揮官、いえ移動しましょう。はい、指揮官。移動します。移動します。エンカウンター、もうすぐランデブーポイントに到着。心臓が止まりましたからね。そうだ、私なら大丈夫です。さあ、じゃあ私が支えでも、はい、じゃあ前方にラプチャー発見。迂回は不可能と思われ、指揮官すぐに終わらせます。戦闘を始めます。リロード。このままではダメ。
少し頑張りましょう。このままでダメ。指揮官を守らなきゃ。絶対に。見事な指揮でした。指揮官、はい、指揮官、移動します。エンカウンター、ここで間違いないはずなのか。まさか射撃音。行きましょう。もう、いつまでここで待てばいいの？合流するまで。死ぬまでじゃないよね。合流するまでよ。さっき見たでしょ？あの爆発から生き残れるわけない。まだ死亡報告。その報告が入る。ランデブーポイントはここ。すでにダメだと思う。合流します。あ、びっくりした！マリアンです。え？ニケはまあいいとして。怪しい。本当に指揮官なの？ちょっと失礼します。指揮官認識コール、あ、分隊 04F の指揮権。ラッピー、緊急事態よ。それは現時点をもって全指揮官が命令を下せる状況ではないため、一刻を争う状況で。マリアンと言ったわね。シルバーガン分隊所属です。陛下もちょうどいいわ。指揮官様、命令をお待ちしております。ラジャ、よし、やってみよう。戦闘シークエンス実施。リロードシークエンス実施。破壊確認。リロード。指揮官、もう少し頑張りましょう。状況終了。次の作戦区域に移動します。楽勝だったわね。ラピとアニスです。ところでどうして急に指揮官を地上へ。まさか。そう、対人火器をラプチャーにぶっ放しちゃったの。ラプチャー、昇降系の火器が守れなかったんです。違うわ、何があっても。でもね、ま、そういうわけね。失礼ですが。アニス。うん、検索してみるね。どれどれ、ん？どうしたの？この指揮官様。は？昨日、士官学校を卒業したんだって。とりあえず、近くに。はい。
ください、指揮官。移動します。本当に昨日任期作戦中に死亡した指揮官の代わりに来たという。何を考えているのやら。はい、いや、とにかく現在進めている作戦の引き継ぎが必要です。作戦について簡単に説明します。46時間前、通信履歴が何者か、指揮官が死亡するという事故。問題は指揮官様。そうだよね、私が知っています。ん？作戦前に入力されました。私が先頭に立ちますから。あ、オッケー。それからあなた、自分の指揮官も守れなかったくせに、この方も私たちと同じくですので。おお、何これ、もうギクシャクしてる。そうね、謝るのなら私にではなく。申し訳ありません。え、怒らないの？今回の うんざりする連中だわ。リロード、リロード。指揮官を守らなきゃ、絶対に。行っちゃう。お遊びしちゃおう。火力集中。リロード。見事な指揮でした、指揮官。どうしたの？なんだか体調が。メンテナンスを手伝う。え、だって指揮官もいるし。なんだ、心配ご無用。女として見るわけないよね。そうだよね、そう見てるんだ。あ、もう大丈夫です、不慣れな環境で。脱いで。もういちいち反応しないでよ。だ、大丈夫ですって。誤作動が起きた際。わかりました。さ、指揮官様は異常なし。だから言ったじゃないです、移動を続けよう。お、見えてるよ。ジョーク、ジョーク。指揮官、移動します。指示通り光線に突入します。通信はこちらラビ。あ、いや、状況はどうですか？新しい指揮官と合流できた。あ、ちょっとしっかりしてくれる？はい。もう鉄くずになったよ。該当地域のラプチャーは。は？シフティ。え？ええ。はい。さて、はじめまして。私はアーク情報部に所属する。これから作戦をサポートします。
戦闘を始めます。ご命令を。目標地点に移動します。移動します。指示通りに行動します。オッケー、移動するね。移動します。前方にハイクラスのエネルギー反応を探知。一時退却を提案します。でも見捨てるしかないよね。地上で行方不明になったニケの回収捜査作戦なんてただの見せかけ。でも危険です。中隊クラスを指揮するだけあってシミュレーション上での勝率は 24.35% の確率。指揮官でしたらそれで十分です。ラジャ、私たちは頭さえ温存すればいいけど、それでも大丈夫？オッケー、私が必ずお守りします。戦闘シークエンス実施。リロード、リロード。リロード。リロード。任務を完了しました。終了。損傷は軽微。以下同分。左側の鎖骨フレーム、右眼レンズ、榴弾により損傷、破損率。怪我がひどすぎるわ。大丈夫です。もうすぐ座標位置に到着します。指揮官。いいえ、心が満たされる感じがします。うん、指揮官、ありがとう。指揮官様、
どうしたの？オッケー、移動するね。光線に突入します。ここです。先発隊はおろか、います。いや、ほん探してみましょう。うん、ラピ、輸送機のブラックボックスの解析が終わ、ラジャ。マリアン、止まって。はい。あなたが輸送機を撃墜したの？は？いいえ。二度も輸送機の内部で爆発が起きた。今回の作戦で使う予定だった爆弾よ。そしてマリアン、あなたよ。いいえ。目的は何？ここです。答えて。ここです、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 ここです。あ、侵食反応を確認。ラプチャーに中枢神経を奪われました。コーリングシグナルを感知。撃ちます。前方からこの振動パターンはブラックスミスが来ます。コードネームブラックスミス。地上に上がったニケを捕まえて。ここで、ここで。吸収された。行方不明になった先発隊は多分まだ間に合うかもしれません。マリアン、ラピ、ブラックスミスは捕獲したニケをどうされますか？どうって何よ。ご命令ください、ラジャ。正気なの？アニス、やってみよう。まだわからない。いいよ、シフティ。え、わかりました。ただいまよりエンカウンター。確認します。先発隊は全滅、部品が全て剥がれてしまいました。マリアンは生きてはいる。ここ
侵食が脳にまで転移してる。脳が破損したニゲは処分するのが規則です。軍法によりニゲの処分は指揮官が行わなければなりません。自決用の拳銃です。人間も使用できます。至近距離から撃ってください。私がやろうか。ダメよ、ニケがニケを処分することはできないもの。指揮官、グズグズしている暇はありません。このまま放置すればイレギュラーになる可能性が高くなります。指揮官。マリア、処分確認。沈黙確認。現時刻をもって捜索作戦を終了します。アークにお戻りください。くそ。はい。よろしくお願いいたします。よろしく頼む。命令してください。準備完了。Thank you.
揮官、ご命令はございませんか。旅行でも行きます？命令はございませんか。
量産型だけど。にとって私たちはどのように。バトルデータの更新完了。最大出力上昇。指揮官にとって私たち。マリアに埋め込まれた侵食コードはブラックスミスのところへ逃げ餌として捧げるために。でもほぼ最後まで正常だったのよ。それは多分指揮官がいたからです。ニケの最優先事項は指揮官を守り命令に従うことですから。多分指揮官に出会ってからずっと優先順位がブラックスミスと遭遇したポイントではそれすら忘れてしまうほど。いつからだろう。はい。侵食が始まったのはいつから。それは作戦中に。輸送機を撃墜させたということは登場するときにすでに侵食状態だったと見るのが妥当ね。そして輸送機はアークから来た。アークの防護壁が破れたのでしょうか。いいえ、防護壁は堅固よ。侵食くらい簡単に排除できる。ラピ、何を言いたいの。さあ。報告は以上です。ブラックスミスに勝っただと。適当に派遣した新米指揮官がか。それもたった1日ニケ3体で。はい、その冗談が上手くなった。光線データ。いや、言った。15時以降は予定がある。はい。よろしく頼む。他にご用。あ、作戦に参加した、武装した状態でな。司令部からの呼び出し。ふーん。あれ。一分隊、これからも、ってやつよね。確かに。今すぐ行くわい。うん。Thank you.
私は何をしても許される。私の表情が気に入らないだと？中央政府の庇護の。機械はこの私。正直がモットーなんや。取引完了。勘が力を。小耳に挟んだんです。舞台の上の俳優は新しいビートを構想中なの。聞いてみる？それ
はまだ引き返せない。何も恐れる必要は。どうかあの者たちへ。風の吹くまま、雲の流れるまま、私のカラスは私。偽物指揮官の命令なんて聞かないよ。ボディチェック。君たちか。本日諸君の戦闘力。作戦から復帰した途端、よろしくね、お兄ちゃん。勝利をもたらしてくれますわね。リロード、リロード、リロード。
ボディチェック、オールグリーン。